はい、さい、今回は糸満市にある賢治の塔に来ています。賢治の塔に来ていますってね言っちゃったんですが、まだね実は賢治の塔行けてないんですよ。というのもこの動画3本目の動画で、1本目はね、画面中央に書かれている南明の塔入り口ってあって、この道をねまっすぐ行くと、慰霊碑とね岩の割れ目みたいな洞窟があったりする場所があるんですが、そちらを1本目撮り終えて、次はねこの道をね、そのまま下っていくと海岸沿いに出るんですよ、ね、2本目は賢治の塔のね、綺麗な穴場の海に行くというね動画で、まあ、ちなみに少しだけね海は見えてるんですが、でね2本目までねめっちゃ晴れてたのに、見てくださいこれ雲。やっぱ沖縄の天気変わりやすいんですよね。まあ2本目のね海がね晴れてるタイミングで鮮やかな海がねちょこっとね映れたんでよかったです。でこちらをまっすぐ行くと、賢治の塔があるんですがね、なんか学習してますね。どうしようか、遠くから拝むだけにしとこうかな。なんか勉強中ですね。市販賢治の塔、一緒に沖縄戦の話聞きたかったな。こちらの下には、骨がね埋められている洞窟みたいなやつで、なんてあれだったか、納骨堂なんだったかな、ちょっと忘れちゃったんですがね、そういう場所があるんですよね。あ、ぬかるんでる、危ない、スルッと滑るところでしたね。納骨堂でしたっけ、ね、下階段があったりするんですがね、ちょっとここ上で拝むことができなかったので、ちょっと下のところから降りたいな。よいしょ、ちょっとぬかるんでるんで、ね、滑りそうなんで気をつけながら、よいしょ、正面ですね。なんかね、スルッて行きそうな気もしますね。ね、賢治の塔、納骨堂って書いてます。これちっちゃく喋ってるけど聞こえるかな。静かだから大丈夫だよね。でしょ。やっぱね、平和記念公園のね一角に賢治の塔があるんで、こんな感じで戦争のね。悲しい沖縄戦のね学習修学旅行生なのかな。よいしょ、あっちこっちにね洞窟みたいなね隙間がねあったりするのが南部のねこの琉球石灰岩の特徴ですね。そして岩の壁に、字彫られていますね。刻まれてる、刻まれている。よいしょ。全部入りきれないね。よいしょ、ちょっときついけどね、この階段登っていこっか。足場が昨日までの雨でね、あちらこちらから水が垂れてて滑りやすくなってるんでね、その辺に気をつけないといけないですね。これ昔何段あるか数えたことがあるんですが、
何だったかな。よいしょ。ね、3本目ともなるとね、結構な距離歩いてるんで息切れしてますね。そしてこの斜面すごいですよね。セーファーウタキのね、三宮芋ね、こういうピシッとね、まっすぐな、学生たちが遠くで学んでますね。すごいよね、この岩肌まっすぐで、綺麗なまっすぐでもないんだけれど、自然にこんだけね、まっすぐ削られるというか亀裂が入って落ちてると思うんだけど、すごいよね、自然の力って。よいしょ。本当はね、ケンジの塔でもうちょっとね撮影したかったんですがね、仕方ないですよね、県外からね、やっぱり、学びに来られる方がね、いるので、おそらく今年入ってからね、やっぱりこんな感じで修学旅行生とかね、社員旅行とか沖縄がね、また観光地としてね、復活したような感じですよね。お、イモリだ。何イモリだっけこれ、シジケイモリだっけ、赤原イモリだっけ。多分ね、お腹は赤いんですよ。本当は触りたいけれど、この子もね、多分体になんか、なんていう毒だったかちょっとど忘れしてるんですが、粘膜であんまりよろしくね、液を分泌するんでね、ちょっとかわいそうだけれど動きを見せたいので、ちょっとだけね、はい、動いてくれ、もうちょっと動いてくれんかな、よし、動かないな、動いてくれ、あんまり強くやるとかわいそうなんでね。この子ね、欲しいな、天然記念物もいるんですよね。なんか背中がゴツゴツした、確かね、なんかゴツゴツっぽいね、名前のイモリだったんですよ。なんかボコボコイモリみたいな。これまたドア忘れしてますね。誰かわかる人コメント欄に書いてくれるとありがたいです。あれ、赤原、天然記念物のやつって触っちゃダメなんでね、ちょっとね、よいしょ、やっと半分ぐらいかな、きついな。で、ここ登ると、黎明の塔つってね、確かね、2、3週間前ぐらいじゃない、1ヶ月くらい前か、訪れた場所でね、やばい、もう階段半端ないな。でもね、こういう森、ジャングルみたいなね、森林浴ねしながら、って言ってもね、結構きつい階段だな。これが大体垂直でね、このぐらいの角度をね、今登ろうとしてるんですよ。そしてガジュマルの木も大きいね。まあ、ガジュマルといえばね、この根っこですよね。ブラーンってね、ターザンロープはね、できるほど強くはないんでね、むやみやたらにね、引っ張ったりしたらいけないので、やーべ、やっぱ話しながらだと疲れるんだよな、階段登るの。よいしょ。ハブとかいそうだから気をつけないと、危ないよね。よいしょ。カラス。よいしょ。でもね、こんな階段の水たまりにイモリがいるなんてね、ついてますね、ラッキーボーイです。よいしょ。あ、クモの巣、ラッキーボーイってね、行ったそばから鼻のところクモの巣引っかかっちゃったね。木漏れ日みたいな感じがね、またいいね。うわ、ここの階段もまた急激、45度よりね斜面あるんじゃないのって、50度近くある。もう最後の
階段ですね。よいしょ。ここね、本当にね、きついんですよ。直で来たらね、そうでもないかもしれないけれど、南米の島行って、海岸まで出て、戻って、ここはね、結構きついな。よいしょ。もうそろそろ頂上なんですが、その前にね、32、あ、人がいる。よいしょ。じゃあ、高台から見る景色がいいね。そう。今上から、あ、下から来ました。あ、そう。大丈夫なんですか？いや、特にないけれど、ただ、はい。なんか学生たちが、なんか勉強してたりして、なんかちょっとあの昨日までの雨でぬかるんでたりする部分があるんで、一応こっちからじゃなくて、外からね、はい、車できるの方がこれきついっすよ、降りて登るの。はい。まあ、はい、気をつけた方がいいですね。そう。暑い。32分子レープの棒だっけ、第32分子レーブ終焉の地って書いてますね。中はしっかりね、貼れないようにね、なんていうんですかこれ、封印というか入れなくさしてますね。そう、ここもね、そう、疲れたね。あ、12分。汗もかっちゃいますね。よいしょ。じゃあ最後ね、上にね、龍魂の塔だっけ、黎明の塔とかね、慰霊碑がね、またあるので、そこまで撮影しよっか。よいしょ。黎明の塔。よいしょ。こちら龍魂の碑と32分子霊、専門者名簿、名碑と龍魂の碑で、牛島分子霊分長三宝長、長いな名前、両将軍の墓、あ、牛島分子霊館とこの長長、なんて読むんだろうな、まあ、長いって感じのね、三宝町、ね、両将軍のお墓だそうですね。お墓か。お邪魔します。やべえ、立ちくらみ。そして、最後にね、まあ、一番高い場所なのかな。マブニグスクっつってね、高マブニグスクだっけ。ここにね、この一帯は文化財保護法により、保護されておりますってね、埋蔵文化財、これ宝蔵地っていうのかな、グスクになってるみたいですね。はい、黎明の塔、全ね3本って言ってもね、実はね2本目と3本目の間にね、海岸をね、海岸だけをね映した番外編みたいな感じでね、映してる動画があったりするんで、まあね、今のところその動画アップするか分かんないんですが、ね、この今映ってるね、糸満のね海岸、綺麗な海岸をね映した動画もねあったりするんでね、まあね、要望が多かったりしたらね、その動画もアップしようかな。はい、というわけで今回123プラス1本ね、糸満市のね平和記念公園のね一番南側っていうのかな、端っこにあるね賢治の塔、3本4本っていうのかな、3本っていうのかな、何本かね、撮影してきたんですが、沖縄本島南部もね、
戦争の激戦区、激戦地、激戦区だったんでね、こんな形で慰霊碑、慰霊の塔がねいっぱいね、立っていたりするんですが、そっか、どうせなら平和記念堂もおそらくここからねちょろっと見えたような気がするんで、はい、ありますね、あちら平和記念公園のね平和記念堂ですね、白い。はい、というわけで今回は糸満市の、賢治の塔から、お届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。よし、疲れちゃった、ちょっと休んでから帰ろうね。よし、じゃあこの辺で終わりたいと思います。じゃあまたね、バイバーイ。